チャンネル。よっ、こんにちは。最近髪が長くなってきて、はい、美容院でも行けないからロン毛かっていう襟足とかやばくない？本当だ、襟足結構長いですね前髪前降りてましたけども、こう分けちゃってますもんね。まあ、もう分けないともう、まあ、こんなんなのさいいじゃないですか、こうチェッカーズかっていうエレガントでこうやって編成とスカウトの評価ですね。そうそうそう、はい、さあじゃあどこやるかサイコロで決めましょう、はい、上が奇数セ・リーグ、偶数パ・リーグで、はい、下が去年の順位です。はい、奇数のセ・リーグの4位やったっすね。やった、広島やりましたね。はい、はい、もう一回、はい、もう一回セ・リーグの最下位ヤクルトやってない。じゃあヤクルトいきましょう。94年、はい、ドラフト1位、北川さんっていう日産自動車からドラフト1位で入ってきたんですけど、はい、通算4勝ということで、はい、無印です。2位3位が宮本慎也さん、稲葉さんなんですよ。お宮本さんは 3SS、 うわすごいで稲葉さんも 3SS なんですよ。はい、おすごい。2位3位で1位分補ってますね。完全に補ってるんですけど、はい、結果論としてね、はい、でもドラフトとしてはダメですよね。まあそうですね、1位に活躍してほしいですもんね。そうそうそう、だから1位 の選択はだって、もし宮本慎也さんどっかに1位で行かれてたら、はい、いや終わってたんですよね。で稲葉さんどっかで2位で行かれてたら終わってたわけじゃないですか。1位をね、はい、先に取るべきだったっていうね。でもよかったですね、すごいですね慎也さん。稲葉さんが3位に余ってるもんなんですね。そうです。だから他のチームもね、やらかしちゃったですよね。そうですね、そういうことですよね。でもなんかあれですよね、稲葉さんは野村監督が勝宗さんの試合を見に行ってて、こんないい選手がいるって言って、はい、稲葉さん多分ノムさんの一声で取ったんですよね。だからスカウトの方っていうよりノムさんの一声で多分稲葉さん取ったんですよね。あ、そうなんですか。あ、そんな裏話が。で95年1位三木、今だから前楽天の監督です。あ、今のね、はい、楽天の監督ですよね。三木無印です。無印なんだ。宮で BB、野村克典さんは無印です。はい。宮でなんてピッチャーで入って野手転向でそこから頑張ってるからね。あ、そうか、じゃあ野手としてっていうことなんですね。うん、ピッチャーとしてはもう無印だよね。そりゃそうだよね。ピッチャーとして印があるんだったら多分野手になってない。なってない、そうですよねこれ結構ランクがつくっていうのは結構活躍してるってことなんですもんね。活躍してるっていうか、そのチームでは戦力になったねっていう、はい、レギュラーには入ってるって、うん、活躍してるかどうかがね、戦力、チームとして戦力にはなったねっていう。はい。96年1位伊藤さん、伊藤明さんですかね。うん、無印です。はい。しかも1軍に1試合も出場せず。そうなんだ。これドラフト1位で1軍に1試合も出場しないのはもう責任問題ですよね編成の、はい、これはもうヤクルトだけじゃなくてどの球団もそうですけど、はい、1試合はね、さすがに1回でも出てたらこの赤丸はつかないんですけど、はい、2位岩村す、メジャーリーガー 2SS、 3位山崎貴弘、無印です。ロッテに来ましたね、こいつも。へえ、あ、そうなんですね。で97年1位三上無印、2位五十嵐亮太、はい、このぐらい S か。3位大脇無印。98年佐々木ドラフトです。一緒の松坂世代です。1位石堂、2位牧谷、3位樫渕、はい、全員無印。おお、123、へえ。98年ドラフトってすごいんですけど、はい、3人無印です。だって豊富だって言ってましたもんね。はい、そんな中で、はい、わー、ホークスとヤクルトだけはやばいです。ホークスもそうでしたっけちょっと日またぐとね忘れてきちゃいますけどそっか。99年、はい、1位野口、はい、無印。2位藤井秀吾 SS、 今治西早稲田、ね、お、うちの母の高校だ。はい。3位米野、はい、B です。 B 米野も入ってきた時2軍でいてめっちゃうまかったですけどね。あ、こいつ古田さんの次レギュラーになるのこいつちゃうかって思ったんですけど、はい、なんか聞いた話によるとちょっと送球難になってキャッチャーやめたっていう話聞きましたけど、めっちゃ入ってきた時はめっちゃうまかったですよ。2000年、はい、1位平本、2位鎌田、3位松谷、はい、全員無印です。無印、はい、続きますね、無印。平本も立命館だったかな、ちょっとサイドスロー気味で、はい、球だけはめっちゃ速かったんですけど、めちゃくちゃコントロール悪かったです。そうなんですね。うん、ですね。こう大学時代もそんなコントロール悪かったのっていうぐらいコントロール悪かったです。球だけは速かったです。でここまで456789101234567年連続ドラフト1位失敗です。あ、そっか。 SS は4年ここまでいますけど、はい、みんなドラ1じゃないんだ。はい、ドラ1はここまで軒並み失敗です。そうですね。はい、これもちょっとやばいです。はい、はい、でもここから来るんじゃないですか。いや、この後やばいですよね。はい。ここからドラフト1位来るんじゃないですかね。次じゃあ2001年。はい。1位石川。はい。S プラス。S プラスか。はい。プラスも何なのか気になりますね。もうでも見てる人は分かってるかも分かんないですよ。プラス。で、梶本内田無印です。2002年。はい。1位高井雄平。お。S です。S。高井雄平ピッチャーの時にホームラン打ってますからね。あ、そうなんですか。交流戦でマリンで。でも野手としてね、大活躍ですからね。球も速かったですけどね、でも野手になってからね、素晴らしい活躍で。はい。だから二刀流ですよね。そうですね。ピッチャーの時は、私あんまり見てないんですけど。球速かったんですけど、これっていう球がなかったですね。ああ、ピッチャーだとじゃあやっぱりそこまでだった。そう、だから多分バッティングの方がと思って、だからその転向させた人の目は確かすごいですね。ああ、そうですね。野手の方がいいと。で2位立山、はい、S ですね。 S 立山も本当手も長いし球もいいし変化球も叩いたから絞りづらかったですね。なかなか交流戦一発だけじゃなかなか絞りづらいですね。なんかドラリクラリ投げるけどいいキレあったですね。次が泉、はい、無印です。立山も順位で言ったら3巡目だから残ってたね、よくね。そうですね、うん、どっかに取られてもおかしくなかったのに、はい、こういう場合自由枠取ってなくて1巡目が自由枠を取らないと1巡目狙い取れるんですよ。取れるじゃないですか、はい、で2巡目取ってないってこれどういうことになるんだ。自由枠が1人の場合は1巡目には参加できないけど2巡目からなんですよ、はい、で自由枠を2つ使った場合は4巡目か、だから123って取れないんですよ。取れない、はい、で自由枠を2個使わなかった場合は1巡目いけるんだけど2巡目取れないんですよ。そっか、自由枠使わなかったら1巡目いけるように2巡目は取れないんですよ。はい、そっかそっか。でそういうところにして自由枠を使わない、1人使う2人使うのその後のバランスを担保されてたんですよね。なるほど。2003年、はい、自由枠で川島亮、はい、A プラスです。 A プラスで2巡目に山田選手、はい、無印、はい、そしてドラフト上は4巡目で青木です。おお、 3SS プラスです。すごいすごい 3SS になんかプラスもついてる、はい、だから青木が4巡目までよく残ってたね、本当ね。そうですね、今思ったらね、はい、逆に言うともっと上で取らなきゃいけないかったんじゃないのみたいなね、結果的にね。まあでも伸び率がすごかったっていう可能性もありますね、そうですね、入ってからの、うん、2004年、はい、自由枠で田中宏康、はい、SS です。 SS 松岡投手 A, A で川本無印です。無印、何気に SS いるんですけどね。まあまあいますね、はい、今のところ6人います。はい、何気にね、はい、だから多分94年からの SS とかの人たちが若松さんの時かなを支えたんじゃないですか。ああ、この最初の方で SS の人たちが。で次、はい、2005年高校生ドラフトで、はい、村中 A 川端 SS です。 SS 大学社会人竹内 BB、松井康介 B です。 B と初めて全員にマークがそうですね、うん、2006年、はい、増渕高校生ドラフト1、はい、B 上田 BB です。大学社会人高市西崎両方とも無印です。これ大体この名前を呼ぶときにちょっと読みづらそうにしたら佐藤さんが知らないから、ね、そこでなんとなくやっぱり一軍で来てくれないと分かんないもんね。あ、そうですね。だから2000年前後の人たちは、はい、俺も2軍にいたからよく知ってるけど、はい、もう2003年超えたら2軍にほぼいないから、はい、もう1軍来てくれないと分かんない、はい、でしかも、うん、リーグが違うから余計分かんないね。そうですよね、戦わなくなるから。セ・リーグだと2007年、はい、高校生ドラフト1位吉典です。お A です。あ、A になるんだ。山本無印、大学社会人1位加藤、慶応からですね、はい、無印。鬼崎か鬼崎かな。鬼崎っす。なんか西武のイメージある、あとは。そうですね、西武の方、鬼崎ですよね。多分トレードされたんですよね。で、B です。はい。大学社会人ドラフトがうまくないですね。確かに。全然。そうですね。全く即戦力になってないんで。高校生の方がちゃんと育ってるっていうことですね。いや、ここの2005、2006、2007年に関しては大学社会人ドラフトがあんまりですね。そうですね。それまでは田中宏康とか青木とかも大学だし、石川とかね、藤井秀吾とか。2000年前後ぐらいは高校生がうまく取れてなかったですけど、2005年になってから大学社会人の上位が全くうまくなってない。で2008年、赤川 B、八木無印で中村 SS ですね。 SS、今レギュラーキャッチャーですからね。そうですね、S と SS の方は私もちょっと2008年に入って今だから12年間頑張ってるんですよね。わ、すごい。そうですね、まあ1年目からがね出てたわけじゃないと思いますけど、古田さんが引退してからねなかなか苦労しましたけど、中村に落ち着きましたね。高卒ですもんね。でその後まあ相川も来たりしてね。はい、ああ、そうなんですね。2009年1位中澤無印、出だし良かったんですけどね。山本 BB 荒木無印です。無印。はい。2010年山田哲人 1SS です。これもだって外れ外れ1位ですからね。ゆうちゃん塩見の山田ですから。はい。それでもこの SS になるんですから。そうですね。いやでも大成功でしたね。だからくじ外れてよかったですよね、今となっては。そうそうそう、だからこういうくじ外したおかげでラッキーもあれば、くじ外したおかげでダメだったパターンもあるんで、ここはもうだから五分五分っすよね。くじ外したからとかっていうのが言い訳にならないのがこの山田っすよね。そうですね。2位が七条無印の西田無印です。はい。11年川上、北に日谷全員無印です。わあ。しかも1位の川上に至っては1軍出場なし。ああ、そうなんだ。12年石山 A 小川 SS プラスです。小川投手 SS プラス。田川無印。ここに来て12年に来て大学2人がチームの主力になってるの久しぶりじゃないですか。1位2位で2004年以来じゃないですか。田中宏康、松岡さんのだから 大学社会人卒で。そっか、その他大体高卒の方とかですもんね。13年、杉浦無印、今日本ハムですね。はい、そうですね。で西浦 B の秋吉 BB で、これ13年の1位と3位両方日本ハムやな今。ああ、本当だ。結構いきますね。14年から竹下無印の風張 B 山川無印で、15年が原、広岡、高橋全員無印。まあでもまだこれからですから。そうですね。2014年以降はこれからですから。で16年寺島星が無印の梅野 B で、17年が村上 A プラス、大下倉本が無印で、18年の清水中山市川が無印です。まあこの辺しょうがないですね。ここら辺はまあこれからですから。でも大学社会人ドラフト1位で取って無印ばっかりだときついですね。はい。即戦力にもなってないんで。結構いましたね。そうですね。だから2人1試合も出てないっていう人もね、いらっしゃいましたしね。ヤクルトでいうと全体的に見て1位があんまりうまくいってないですね。いや、そうなんですよね。ドラフト1位が。まあでもちょっと山田哲人選手でドカーンきた感じはありますけどね。そうだからS がついてるのが1位だと山田哲人、田中宏康、高井雄平、石川しかいないんですよね。あとやっぱりその固まってるところは強いと思うんですよ、その宮本慎也さんとか稲葉さんとか岩村とか五十嵐とか上位にところっていうのは一気に強くなってると思うんですけど、なんかここ最近はちょっとばらけてますよね。あとやっぱドラフト1位が活躍しきれてないところがそうなで、ピッチャーも結構取りに行ってるんですけど、そのドラフト1位で取ってるピッチャーが全くっていうほど活躍してないんですよね。だそこが今の投手陣の苦しさを物語ってるかなっていう。なるほど、投手陣がだって全体的に言ったら SS もね10人いるから、だってホークスと一緒ですもんね。そうなんです。タイガースとかロッテより多いわけですよ、SS の数は。で、S も4人、A1 人、A が5人、BB も5人、B が、8人ですね。でも無印がちょっと多いですね。今までで一番多いんじゃないですか。46でしょ。45を超えたの初めてですもんね。あ、確かに一番多いです。一番無印が多いんで、はい、BBB が少ないんですよね、うん、でBBB がここまで見てきて BBB が少ないチームっていうのは比較的 S とか AA とかがいたんですけど、うん、ヤクルト B とか BB 少ないのに S とか AA も少ないんですよ。そうなんですよね。だから AA が1人しかいない。そこが多分厚みが増していかないから、うん、長く続かないです多分強さが。そうですね。だからもちろん1位から3位に選ばれてなかった畠山とか、はい、そういった選手も多分畠山も入ってたら多分 SS になってると思うんですけど、うん、だからそういったところの下の上積み、上がちゃんとしてて下からの突き上げがあったらすごい長期的にいくんですけど、1位2位3位がやっぱりついて上と差が激しいですね。そうですね。 SS がいるけど無印っていう人がこうで固まっちゃってて、だ強かったホークスとかって SS も S もたくさんいれば AA とか ABB とかも結構均等にちゃんといるんですよね。そうですね。であとやっぱりその SS12345 っていう2004年までにもう6年半分以上いるんですよ。はい。2004年って16年前じゃないですか。はい。だそこで、うんもし20歳、平均20歳で入ってきたらもう36じゃないですか。はい、そうですね。だってもうその SS のこの SS の人で引退してるの信也さん、稲葉さん、はい、岩村、うん、で藤井でしょ、うん、で田中裕康でしょ。あ、だから今引退してる人が多いから、うん、今の強さでないところはこの引退した人たちの SS が多いんですよね。そうですね。この SS も今の人たちでいるのか昔の人たちでいるのかっていうところで、はい、この2000年前ぐらいまでのスカウトは E の引いてたんですね、編成と。そうですね。2005年から山田哲人引くまでがちょっと苦労してるっすね。今ほんと残ってる SS の方、現役の SS の方がほとんど川端、山田哲人、小川、中村ですから。で川端はもう怪我故障がちですし、はい、S でだってまだ現役なの雄平と石川、まあ五十嵐もそうだけど、うん、まあもうだいぶ超ベテランだもんね。なっちゃいましたしね、うん、最近の人たちの S 以上が少なすぎますね。そうですね。だからそこが多分チームとして上っていかないところですね、うん。だから最近のドラフトがだからうまくいってないんですよね。そうですね。全中後期で考えると、うん、中期以降からがちょっと全体的にうまくいってないところが今のチーム物語ってるのかなっていうところですね。まあでもこの直近の奥川投手とか、まあ、今村上選手がちょっとまだランクは低いじゃない、うん、それが SS とかになっていけばまた変わってくるかもしれないですね。なるんですけど袴田さん、はい、それはね毎年行われる議論ですけど、はい、そうやってこのね、はい、ドラフト1位の人たちも言われてたんですよ、はい、あえて名前は言いませんけど、はい、そうやって即戦力ってドラフトの時だったらみんな言うんですよ。即戦力、あいつは10勝いけるなんとかって言うんですよ、うん、はい、そのねこのねドラフト、うん、その結果がこういう人たちです。そうですね。見守るしかないです。そうそうそう、はい、頑張ってもらいたいですね。はい、はい。